なんかお気持ちよさそう、これこういうところも狙ってほしいと。なるほどね。でも、あのいらっしゃいましたよ、そういう人。はい、だから私はそれは分かります。はい、やってました。うん、そういうところが結構欲しい人いると思いますね。いますよね。自分はそんな好きじゃないけど、はい、気持ちは分かります、うん、はい、あ、なるほどねっていう、うんうん、まあ、俺もあのそれが弱もみなんですよ。その自分は弱もみ好きじゃないけども、うんうん、それが好きな人がいるのは理解してると。ああ、はい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 。ただその人の気持ちまではやっぱり分かんないけど、うん、受けた時の感覚で、こういう好みがあるんだよなっていうのは分かります、うん、分かりますね。場所が違えば、うん、これ気持ちいいかもなんですよ、私も。ああ、そう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 。なんかあんまり私はふくらはぎ強くないから、うん、ちょっと苦手だなですけど、うん、まあいますよね。なんかサンマの苦味とかがさ、はいはい、美味しいって思うかまずって思うかの違いみたいなもんであれが分かると通だって言うけど、うん、俺別にサンマのあの内臓食べますけど、はい、あれぶっちゃけこうあうまいと思っては別に食ってなくて。あ、本当私超うまいと思います。マジですか。100キロはないですか？ありますか今？俺120ありますよ。まあ、120。田村さんでもそんなめっちゃ重いように見えないですけどね。筋肉質ってことですか？筋肉もあるけど脂肪もある。うーん、重いんですよ。骨もあれなんですかね、骨密度が高いとか。ああ、それもあるかもしれない。全体がずっしりしてるんですかね。うん、だからなんか、うん、その120キロって言ってて、うん、動画を見てきた人が、うん、本当に120ありますかみたいな。うん、なんかそんなに重いように見えないですよ。こんなさ、重いも今太ったけど100あるかないかぐらいだと思うんだよな。旦那さんが結構俺の想像よりないなっていう感じ。あの人多分水っぽいんだと思う。筋肉がないんです。身長は？身長は180ないぐらい、179ぐらいですね。あ、じゃあ、うん、俺と同じぐらいの体重に見えますね。うん、ねえ、うん、そう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 。こんなに維持も違うかなって感じする、うん、見た目だけで言ったら、うん、だから俺も俺と同じぐらいに感じてます、うん。首の施術が一番地味ですかね。うんうん、でも首好きな人多いですよね。あ、うん、俺の動画も多分この首のこの施術が一番、うんうんうん、伸びてます。視聴回数が多いかもしれない。うんうん、首が凝ってる人多いですからね。うん、2番目肩ですね。なるほど。だからまあ肩首専門みたいな感じでもいいのかなっていう気もしますよね。うんうんうん、そうですね、いけるかもですね。やっぱちょっとなんかこう特殊性がないと。ああ痛いよ。
10月からって、はい、施術はしないんですか？まあ、一切しないわけではないと思うんですけど、はい、まあ、かなり減らすんじゃないかなと。場所借りちゃっても大丈夫なんですか？うん、一応その俺の休みが木曜と日曜なんで、その2日間は一応もう一日中フリーで取れるようにしといて、それ以外の時は、まあ、他の仕事が終わってから、まあ、予約があればっていうような感じで、はい、いいんじゃないですか。まあ、あれですよね、花澤さんもともと夜は使ってないですよね。そうなんですよ。じゃあ時間帯的にも大丈夫か。うん、日曜も打ち明けれないですし、もともと。アパートが、うちのアパートが、商売しちゃダメな物件なんで、まあ、うちで受けたいって言ってる方を、まあ、こっちで受けてもらえるようにすれば、まあ近いですしね、まあ一駅ですからね、2、3分で来ちゃいますね。そこは抵抗なく来られる方多いんじゃないですかね。まあそうですね、なんかこう右の肩から肘の方に向けて響きますね。最近ダンサーの方は来てるんですか？ああ、はいはい、月に1回ぐらいいらしていただいてますよ。なるほど、分かんないけど、あの人も結構痛がりっぽいですよね。まあそうですね。あとは最近もよく出てくる中村さん、はい、中村さん、あの方はお客さんですか？はい、あの方は夫の知り合いの方で、なんか最初たまたま肩凝ってるって言うんで、やらせてもらったら、すごい反応が良かったんで。じゃあ最近のお客さんなんですか？そうですね。全然自分とは、全く初対面だったんですけど、最初。なんか夫に用事があって、うち来たんですよ。で、その時に肩凝ってるって言って、家の方に。そう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 。で、私、まあちょっと揉みましょうかっつって、はい、ちょうどネタがないんで動画撮っていいですかっつって、そんな感じです。はあ。いい素材を見つけましたね。その逸材ですね、彼女は。素晴らしい。反応いいっすよね。すごくいい。あんな感じの人が受けてくれると伝えてくれるんで、うん、いいと思いますね。解説ですね。すごい解説がお上手なんで。アクションって良すぎてもなすぎてもダメじゃないですか。なんかうさんくさいとか言われちゃうし、まあ、わざとらしいのとかありますからね。あの人は自分が感じないと思ったら、いや全然とか普通に言う人なんで、はい、まあいいですよね。そういう意味でいいんですよ。俺の動画もリアクションが欲しいみたいな書いてありましたけど、別にみんながみんな、リアクションがいいとはね、しかも強みの希望の方なんかは、はい、すいません、引っ張っちゃいました。はい、結構その強くやってても、
慣れてるでしょう。そうそう、うん、おーぐらいのはいはいはい、はい、感じですからね。はいはい、余裕があるからね、うん、余裕があるから。はいはいはい、なんならもう無反応で、うん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 、なんかもう本当にその全然何とも感じてないのかなみたいな人もいたりしますからね、うん、あ、終わってから良かったよみたいな。そうそう、そんな感じです。ありますね、うん、みんながみんなそんな感情を出すとは限らないですからね。そうそうそう、みんながみんなわーならないよね。わかります、うん、あとはそんなにこう、うん、そこいいねとか、うんうんうん、聞くねとか言ってくれる人もそんなにいないですよね。うん、そうですね、結構日本人はシャイですからね、うん、そもそもあんまり、ね、いいものをいいよって伝えるのが照れくさいですかね。うん、あると思いますよ。はい、じゃあ足いきます、はいはい。